企画第2弾第2弾イエーイ第2駅長好きな衣装駅長好きな衣装いやあれかなこれはあれかもあれかあれでしょあれでしょうねでしょうねでしょうね結構あるんだよねいろんな結構あるね結構いろいろ好きだけどやっぱ売れにはかなわないかも確かにあれはね本当に素敵だったから私もそれかも違ったんやわけないあれかあれだけどこれかなえママの自転車せーの持って捨てられた相性が相性が何と何でこの人腹になるあーねー背乗ってた春横に悩んでるかなあーね春横今ね春横にも素敵だよねめっちゃいいあんな背中がばって出せる人いないよ ねあんなにナチュラルに羽を生やせるのはねやっぱ羽さんだけギフトのさ乗ってで白い手袋してたじゃんああーいいさああの最後の挨拶の時にさお辞儀をしてさくるって回るとさ、うん、なんかちょっと照明くるって夜みたいになるシーンがあるのそれが好き待ってあれいつあのさ、うん、金色のテープをさあーくるくるくるってやったのいつかのロステレロステレロステレも好きかわいかわいい言葉にならないあそこには天使がいました本当に天使でしたあれはびっくりしたもんねびっくりした可憐すぎてね好きなショート、うん、好きなショートの好き試合、うん、やっぱ自分が見たやつは思い出があるなそれを抜きにすると単純にあれなんだよなあれだわあれかなあれかなあれかもはいせーの2018ピョンチャン五輪そっちゴリラ。いやそっちか。そっちゴリラにした。こっちとこっちで悩んだよ。でも。そうなんだよ。うん。なんかやっぱオリンピックだよね。オリンピックだね。この中でもあの団体から男子シングル。そういうこと。まあでもさすがにいいか。団体結構なんか沼落ち。そうそうそう団体でうなーってなったから。なった結構確かに思い出は。そう。最後って。そうかね。いやめっちゃこれめっちゃ素晴らしかったね。本当に素晴らしかったもんあんなもうギガでも。ね。本当に暗黒のさ3ヶ月ぐらいを超えてのさ、とはいえ完璧だったね本当に。本当に完璧だったね。ね、あすごいこの人。何この人って思ったよね。髪の長さがね、あの本当にね、ピョンチャンの時の髪の長さ、やばい。完璧。やばい。ショートのフリーク忘れたけど、滑走順中勢の時の、ね、奇跡の一枚が。すごいかっこよかった。わかんないごめんか。絶対わかる。フリーね。フリーいやー、待って。フリーはもうこれかもしれないな。でも、もう一個あるんだよね。確かに2個ある。2個あるね。え、片方自分で見た？見てない。あ、違うのか。違うのか。え ?2 個も。あ、でも見た方もいいな。あれは全然、まだね、あの召喚してないんだよ。あでも。でも。やっぱこれなんだよな。いいでしょ。だって。なんて言ったってフリーですからねもうこれはカンフィーで便利、うん、せーのあ、そうだねフリーさすがに一緒です一緒ですいやーこれはもう本当に人生で一番緊張したね忘れられないよね忘れられないもう最後のステップからが本当にお湯に食らうんだよね本当にそうもう本当に泣けたなんであんなに泣いたことがいいかも人生で、うんうんその自分と人生であんなに感動したことえあんなしかもあんな演技後にさなんか大騒ぎする羽生さん初めて見た確かに確かにそれもまたで本当に6年前の今頃はオリンピックのことしか考えてなかったいや本当にずっとしかも緊張してたねうんうちらは緊張してしょうがない生きたし生けるもの全てに祈ってた祈ってた祈ってたこの頃は本当に強すぎる普通に考えてる本当に強い意味わかんない意味わかんないぐらい強いよね、うんうんうん、大変だ好きな演技歴史ですねやっぱ申し上げてるあれですねあれねでも本当にいいよねアングルがねもう一個捨てがたいのがあるんだよはいせーのいやーやっぱそれだよね
私は2012 N 杯の花になる。ああね、うん、さっき言ったら第一弾でしたね。私は2021年のストックホルムだっけ、あれは。ああ。ストックホルムワールドの花は咲く。よかったよね。棺桶だし、うん、葬式で流してほしい。意味わかんない。誰の葬式？私の。何ならいいよな。これ途中のバレージャンプ？うんうんうん。をテストの合間に見てた。いいよ。今見るとめっちゃ若いよね。若いね。2012なんて。もう若い。別に当時辛いこともなかったけど、死にたい。分かる分かる。本当にいいんだよな。もう最後花をさ、一輪の花こう上に上げるとこあるじゃん。本当に何度見ても涙出るよね。じゃもう一個悩んだのがさ、2015ワールド。リクイエム？あれめっちゃ好きなんだよね。あれよかったよね。ボストンワールドのリクイエムだ。そうそう。なんかあの金じゃない時の歴史がいいんだよね。そう、わかるよ。結構昔にあのエリック・ボン、なんだっけ、エリック・ボンパール、そう、エリック・ボンパール大会あった頃の風がさ、綺麗だったじゃん、この大会って、うんうん、青いやつ、ね、そう、広告になんか親が好きとかないの中のあのダムパリがすごい、あーね、いい気があったよね、あれいいね、あれいい、エリボンって良かったよね、あの上品な感じがねえ。そろそろ代表か。あー、代表だ。もう一個これ吹いたやつがある。え、そんな決まった一つがあるの。うん、あ、でもこれだ、うん、これ一緒かな。せーの、いつ2014年15年。え、どんなんだっけ。私2016、17。2014、15は、うん、あの真っ黒で、うん、背中に、うん、縦でジャパンってうっすら入ってんの。あーっ、あれが本当に好きやな。あったんだよ、本当に好きやな。あったんだ。それのなんかベストをバラエティの衣装の上に着てるのめっちゃ覚えてる。あれ着てた、着てたよね。え、そう、なんかあの中国杯の会場入りした時に、うん、羽生さんが階段をアップしてる、うん、後ろ姿の写真があってそこにジャパンって書いてあるんだけど、あれが本当にかっこいい。すっごい覚えてた。私のやつはなんか青一色のやつと黒に青線が入ってるやつがあって、その黒に青線のがめっちゃ似合ってる。ああったかも。そう、国別の演技は軍部が確かジャパンジャージでヒーローで、その時は PPP だったんだけど、あーかっこよかったね。なぜか、なんかもう着てたわね。着てたよね。国別はジャパンジャージを見る機会が多かったから。確かに案外ね、うん、日本だと見られないよね、うんうん、このシーズンもそうだよね。え、そうなの。初めて私が羽生さん見たのは国別の、この、あ、そっか、そう、この演技師、うん、で、まだチケットが地位席が3000円だった気がする。そんな安かったっけ。そう、それで行ったよ。本当にこのジャパンジャージ、あのおすすめ写真を探して皆さん思い出してください。本当に良かった。もうあれしかない、あれしかないよね。せーの、ペンちゃん。あ、一緒です。ですよね。これ本当に本当にブレザー発表された瞬間大歓喜したの。だから、いや、あのインチョン空港に降り立った羽生さんのあの姿、本当にロイヤルね。ロイヤルすぎる。お大使、本当にそれ本当に似合ってた。本当に似合ってた。あとズボンとグレーとかって、そうそうそう、似合いすぎ、似合いすぎ、生徒会長すぎた。え、そう、高校のね、憧れの先輩的な、ね、うんうん、感じ。はい、先輩。先輩。存在しない後輩が。存在しない。入ってきちゃった。すいません。入学してきちゃった。CM。わー、これ、これ。だとしたらあれだわ。あれだけど。え、待って、私もあれだわ。多分、しようと思う。あ、待って待って、あれだよね。あれじゃない？あれ？そう、だって、2個選んだけど、あれかも。あれだわ。あれですよ、あれで行くわ。昔の広告が思い出せない。いつも枯れてるのに知りとるファイだとかもあるけど、それは大丈夫かも。一緒かな。せーの、アナの旅行のやつ。あ、一緒、2020年。あ、あのテレッテッテ、それあれだよね、やっぱ
キャリーバッグを閉めるやつ。そうそう、してしまったけど、あのポケモケ忘れてね。ポケモケとタオル入れ忘れて、なんか日陰で行くやつ。そうそうそう、いつしまうんだって。落ちちゃうよっていう。すごい自然な羽生さんでね、うんうん、めっちゃ可愛かった。すごい可愛かった、あれ。あの撮影地でもね、真似しに行ったもんね。行きました。あの引き連れて。これと、え、あれでなんだ、あののさ、うん、なんか、プリケで練習してる。え、そう、ああの、ピョンチャン前のやつでしょ。そうそうそう。で、やな、ありがたかった。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にお世話になりました。ね。いや、あれじゃん。あれだよな。もう一個あんだよ。でも、すごい短いの。ファンタジーのね、冒頭はいつもにして。いい。いやでもな、これ、これ本当に好きなんだよな。一緒かなの？一緒な気がする。うん。一時期狂ったように見てた。まあこれかな。やっぱ私の思い出は。そうだよね、思い出だよね、これ。そう。はい。はい、せーの。ででん。ででん。家族になろうよ。なろうよ。2014年です。一緒だ。皆さんが末っ子だったのもなんか。え、そうだよ、一番。そうだったよ。19歳だからね。これで人生初めて羽生さん見たから。やばい、この目で。早いね。早いよね。早い。早い、なんか当時はかっこいいと思って見てたけどさ、そう、今見ると可愛いよね。可愛いよね。すごい可愛い。で悩んだのは、うん、あの去年のファンタジーのあのピナエがトゥナドット。ああ。すごい綺麗。あの YG 本当に綺麗。綺麗だったよね。あれも好き、略出すの。ああ、あれかっこよかったね。やっぱあの回は結構神じゃない。うんうん。ミュージカル映画でもいい。うん。はい、決まりました。あ、待って、違うか。あ、どっちにしよう。待って待って待って。あ、でも、分かったかもしれない。どっちってそういうこと？え、このどっちが伝わってたらすごいかも。でも私それにしなかったけど、ああ何で悩んでるのか分かるかもしれない。え、すごいね、そしたら。なんかでも、一回、有名なやつを見たいよねっていう気持ちを込めてね。せーの、あ、ね、あれ？夢破れてとかあるじゃん、お前を見ちゃう、ちょっとね、でもやっぱね、水の夢破れてから、あー、それ読みたい。私はグレイトして、グレイテッドショーマンの This is me、 あー、いい、をなんかすごい、すっごい圧でやってほしい。うんうんうん、 This is me みたいな、一人大作すぎてるからさ、ミュージカル曲見たいです。見たい、ミュージカル曲見たいですね。お願いします。お願いします、本当に。最後なんだっけ、リプレイで一番好きだ。うん、今あれかな。せーの、デデン、デデン、デデン、メガロマニア。わあ。ハメツへの使者は緊張するよね。緊張するね。なんかあのカウントダウン始まってやばいやばいやばい、うんうん、ってなって、衣装はタイプだった。すごい衣装めっちゃいいよね。なんか赤似合うけど、あんまり今までその、うん、着てなかったから。確かにね、そう、一番素敵な赤だった。うんうん、わかる。メガロマニアはなんかあの始まる前にさ、無音で、あーね、あれいいよね。あれかっこいい。あれで見たいよね。あれあれもう本当にいいね。客もさ、シンってするから。そう、めっちゃいい時間だよね。あれとこれを同時にやってんだからすごいよね。本当だよね。どういう体力で、ね、よく休んでくださいね。本当にお休みください。くれぐれも体調にはお気をつけて。本当に横浜公園行くので楽しみにしてます。楽しみにしてます。お体にお気をつけてお過ごしください。頑張って。ハッピーバレンタイン。あ、そうだった。10年間ありがとう。